人生残りのことを考えると、もうやりたいことだらけみたいな。残りのことを考えるのちょっと早くないですか。いや早いんですけど、はいはい、みんなやっぱり足腰大事だって言いますし。赤そうエイジさんです。皆さんこんにちは、赤そうエイジです。お名前のイントネーション、赤そうさんだったんですね。あ、そうなんですよ。ずっと赤そうさんで。 お伝えしてしまっていましたこれまで。全然大丈夫です。全然大丈夫です。僕もたまに間違えます。え、そんなことあるんですか。どういうことですか。一応赤そうみたいです。親に言われたのは赤そうだよって言われるんですけど、でもやっぱり友達とか赤そうって呼んだりとかわかんなくなるんですよね。正しくばでも赤そうです。わかました。ちょっと明日からバッチリ赤そうです。ありがとうございます。ちゃんとお伝えさせていただくので、よろしくお願いします。 ヨーグルトというとやっぱりこう朝食べるっていうイメージが強いんですけれども赤楚、はい、さんのモーーニンングルーティーンってありますか <laughs>、まあ歯磨いて顔を洗ってっていうのは普通で、うんはい、え特別なことですかちょっとストレッチとかですかね<ー>こう斜めの板みたいなのがあって、はい、そこに乗ってこうやって前屈をするっていうこの裏もも、はい、裏もものストレッチを本当に軽く10秒から30秒ぐらい。はい やって出るっていうのをやってます。本当に疲れにくくなりました。えー、あ、それだけで。それとあと、湯船ですね。全然違います。本当に。結構健康タグです。ね、マッサージ靴とかもめっちゃ集めるの好きで。ねでね、はい。はい。え、どういうのですか。え、マッサージガンだったりとか、腰のマッサージのその。クッションだったりとか、あと頭皮用のマッサージ器。えー、あと足裏のマッサージ器。すごい <laughs> ふくらはぎのマッサージ器。<laughs> はい いろいろそんなに持ってるんですか。はい、今回の商品のキャッチフレーズがお腹の脂肪を減らすということですけれども、高野、はい、さんが今何か減らしたいものありますか。あの家のものを減らしたいです。四 <laughs> <laughs> ヶ月前ぐらいから僕あのゴルフ始めまして、そうそうめっちゃ回ってます。八回ぐらい行きましたかね。<laughs> 最近はですねあの僕弾丸旅行に行くことが増えました仙台に行って牛タンを食べて帰るとか広島に行ってお好み焼き食べて,って帰るストレス発作にあのバンジージャンプに行きました忙しすぎませんか体力も私も同い年なんですけど無理です今まであんまりアクティブになれなかったというか基本その休みがあったら家でじっとしてたいなっていうタイプだったんですけど 2022年なんかすごいアクティブになりましてなんかいろんなところ行っていろんな経験したいみたいなもう人生残りのことを考えるともうやりたたいいことだらけみな残りのこと考えるの早くないですか早いんですけどみんなやっぱ足腰大事だって言いますしやっぱ若いうちやっとけよかったっていうのは聞くので歩ける元気な時にいろんなとこ行きたくないですか <laughs> 行きたいんですようちの 祖母と同じこと言ってます <laughs> 本当ですか、はい、家にいる時間少ないですね本当に、えー、もう残りの人生を実家に絶対にしてちょっと本当に老後になったらゆっくり家でじっくりすればいいかなっていう